皆さん、ようこそ日展へ。115回目を迎えます。日本の芸術文化を途切れることなくね、発信し続けたこの日展、私はとても誇りに思っています。日本画、洋画、彫刻、そして僕がやっている工芸美術、そして書と、これだけあるとですね、どなたがおいでになっても、ああ来てよかったなっていう作品に出会えるはずです。また私どももそういう皆様に対してちゃんと出会えるような作品を、なんと1万点近く応募した中から厳選に厳選した作品群が並んでます。どうか楽しんでください。皆様が育ててくれてる日展、互いに感じ合える、そんな公募展であったらいいなと思っております。